フリーダイヤル、フリーダイヤル、英字表記、フリーダイヤルは、特定の電話番号にかけることにより、通話料を、着信側がすべて負担、着信課金する、NTT コミュニケーションズが提供する日本の電話の、付加サービス。フリーダイヤルは、同社の登録商標、日本代220万253号、1989年登録、で、日本独自の表現、 和製英語である。英語では、トール、フリーナンバー、フレフォーン、フリーイコール、800ナンバー、1から800ナンバーなどと呼ばれる。この項目では、日本の各社とアメリカの同様のサービスについても、記述する。日本においては、1985年12月3日に日本電信電話、NTT によって開始され、1999年7月1日に、 NTT コミュニケーションズがサービスを引き継いでいる。サービス開始当初は0120で始まる10桁の電話番号が割り当てられた。その後、番号の使用率が高まったことから、諸外国でも採用の多い0800で始まる11桁の電話番号が1999年7月にかで割り当てられた。後に他社、いわゆる新電電も、 同様のサービスを開始している。当初は事業者識別番号である0070、0077、0088などで始まる番号を使用しており、先行したフリーダイヤルで知名度の高い0120で始まる番号が他社に割り振られて使われ始めたのは後年のことである。ここではこれらの各社のサービスを総称してフリーダイヤル等または 着信課金と表記する。企業などの問い合わせ、注文申し込み、苦情受付などの窓口の一般消費者向け公開番号として広告されることが多い。省は一般商店からホテルなどの宿泊施設、台は全国規模の大手通信販売業、製造業まで幅広い規模で使われている。また、番号非公開の用途としては、 社外で業務を行う営業担当社員の出先から事務所への連絡用、個人の特定相手からの信用として、発信元制限のあるものを設置していることもある。着信課金の契約にあたっては、通常の電話番号の電話回線が必須であり、契約後もその電話番号、有料番号、カバンなどと呼ばれるが、同じ回線で併用できる。したがって、 着信課金番号が存在するなら、有料番号も存在する。よって、着信課金を契約する際に、もし携帯電話等からの着信を許可しないのであれば、着信課金番号を表示する際に、有料番号も併記した方が、利用者、発信する側の利便性が向上する。実際には、携帯電話等からの着信を許可していないにも、かかわらず、着信課金番号のみが表記されており、 有料番号の平気がない例が各所に見られる。デジタル本デジタル通貨グループ J 本ボーダー本日本法人が携帯電話からかけられない都合有料で接続するサービスをスーパーフリーク社との提携により実施しており、XXXX 特番経由で一部の例外を除いて接続可能であったがソフトバンクとなった現在も利用可能かどうかは定かはない。 かつての PHS 事業者であるアステルグループにおいても地域によって同様のサービスを行っていた。着信課金の改善で営業時間外に留守番電話を設定すると悪意のあるいたずらに対しても留守番電話が応答した時点で着信課金の契約者側に料金が課金される。これを回避するため接続せずに交換機側でガイダンスを流す。 時間外着信案内のオプションが用意されている。料金負担については、規模の代償もあるために一概に言えないが、一例として、日本テレビで2007年5月22日に放送されたテレビ番組、週刊オリラジ経済白書によると、大手通信販売業のジャパネット高田の場合、年間、約2億5000万円とのことである。ただし、着信回線が、 各社の提供する自家集電話回線、NTT 東西の光電話ビジネスタイプや KDDI の光ダイレット等であった場合、安価な通話量で電話を受けることができる。悪質な電話勧誘販売への対策として、ナンバーディスプレイによる相手側番号の識別や非通知通話を受けない電話機設定などが一般化するに伴い、着信時にフリーダイヤルの電話番号を表示されるように、 電話勧誘販売業者がフリーダイヤル番号通知サービスを利用するケースがある。電話番号を通知しているので非通知設定は働かず、ナンバーディスプレイにフリーダイヤルの電話番が表示されているため、なんだろうと思い電話を受けてしまいがちなのである。この手のフリーダイヤル番号は、機械的に着信できないようにしたり、常にビジオン、すべての端末を着信できない契約にして折り返し、 電話ができず、勧誘してきた業者に連絡できないことが多い。また、電話機によっては、公衆電話からの着信を拒否する設定にしている場合、公衆電話から電話番号の入力を行うことにより、公衆電話着信拒否を回避できるものがあり、この書の電話機に対して手近な場所に書いてあった、フリーダイヤル番号を適当に打ち込むなどの迷惑電話に利用されるケースもある。 次の電話回線からフリーダイヤルにかけることはできない。NTT コミュニケーションズが提供するフリーダイヤルの番号は0120の次は9以外の数字である。ただし、0120から 950XXX はフリーダイヤルインテリジェントサービス等の特殊用途専用として割り当てられるフリーダイヤル番号。フリーダイヤルでは 解約後一定期間を過ぎた番号が再利用される場合がある。他社のサービスでは、電話会社の識別番号、70.00770088等で始まる、異のか0120から9 x x, x u 零、e、0 8 0 0 x x x u、e、で、X の部分が事業者ごとに定められている。また、取得済みの120.0800番号は、他社への切り替え。 番号ポータビリティが一部を除き可能となっている。このため、0120の次が9以外の数字である。電話番号で、フリーダイヤルという単語やが使われていない場合は、NTT コミュニケーションズから番号ポータビリティで他社へ切り替えられた番であると判断できる。NTT コミュニケーションズは、自社のフリーダイヤル契約者にしか20リボンマークの使用を許諾していないため、 他社の場合には FC、KDDI や受話器、ソフトバンクを図案化したフリーコールマークが使われる場合がある。フリーダイヤル等については長い間 NTT 東西の一般電話、ISDN 含むや公衆電話からの通話に限られ、携帯電話や PHS からの通話は不可能であったが、最近では契約者、着信側の選択により、 携帯電話や PHS からでも通話可能な番号が多くなっているテレビショッピングなど通信販売の注文受付が多い。ただし新幹線公衆電話やピンク電話からは発信できない。同様に NTT 以外の他社自家集電話、IP 電話、光電話など CATV 電話からも着信課金番号にはかけられない場合が多かったが現在は 通話可能なケースが増えてきている。着信側の希望により、発信可能な地域を制限。一般電話の場合は、市外局番の等2から3桁、携帯の場合は、都道府県単位などしたり、全国共通番号として、発信地域によって、着信先を振り分けたりすることもできる。各社のダイヤルイン系 DDI のフリーコール、DX では、逆に、契約者側から発信する場合、 通話先の電話機の番号表示に 0120xxxxx x, 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 x の番号を表示させる機能もオプションで用意されている。2007年2月時点で発信側の会社を問わず着信可能な契約ができるサービスは NTT コミュニケーションズのフリーダイヤルのみである。アメリカ合衆国では電話番号が1から800 1>, 1から888、1から877及び、1から866で始まる番号が、着信課金サービスの番号である。英語では、トールフリー、トールフリーとも呼ばれる。一桁目の1は、アメリカの市外通話識別番号、日本を含めた他国では、例だが、アメリカでは、例が、オペレーター使い、日本でいうところの00番通話の番号であり。 実際に着信課金サービスの番号に電話をかける際にはアメリカ国内からかける場合でも1を省略しないのが通例。というのは宣伝で1をつけて案内するからである 800xxxxxxx と案内するよりも1から 800xx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  と紹介した方が市外局版800の地域などと誤解されず。 通話料無料の番号であると認識してもらいやすいという狙い。アメリカでは1から805アップルというように電話番号をアルファベットを用いて表記することがある。日本では大リーグのテレビ中継で球場のフェンスに掲示された広告で見られる場合ある。アメリカの電話機にはダイヤルボタンに数字とアルファベットが併記されているためである。日本の携帯電話のダイヤルボタン部にも これとよく似たものが多い。各アルファベットに対応する数字は以下の通り。実際の発信される番号は各アルファベットに対応する数字である。例えば1から805アップルの場合は、実際には1から8004627753にかけていることになる。英語では日本語のように数字そのもので語呂合わせを作って記憶させやすくすることができないために、 数字にアルファベットを振ることで語呂合わせを作っているので、ある。日本では、申請銀行の米国内からの発信用の番号、着信課金番号だが、発信者にも通話料が発生する場合があるが、プラス1から866申請と案内されているが、プラス1から866から744万6734の、 744万6734を上記の方法で申請としたものである。全国銀行協会発行のキャッシュカードや通帳との盗難、紛失時のご連絡先の冊子でも2007年度版まではプラス1から866申請としてきたが日本人に認知されなかったのか、平成20年度版では プラス1から8667446734の表記にされている。2012年2月時点での申請銀行のウェブサイトでは、1から866から744の6734申請イコール744万6734または1から866申請と表記されている。同様に日本国内のナビダイヤルでは、かつてハローノキア、 ノキアジャパンの問い合わせダイヤルで、0570から0、ノキアと表記することがあった。実際の番号そのものは、0570から066542、だった。サービスは終了している。その他各国の類似サービスについては、着信課金電話番号を参照のこと。フリーダイヤルマークは携帯電話の絵文字として、通信会社ごとの絵文字に含まれていたため、ユニコードにも提案されたが、 ロゴということで、右右曲折があった。最終的に2010年10月にくるリループ、ループ線2つの記号、ダブルカーリーループとして、ユニコード6.0、0で採用され、iPhone などではフリーダイヤルのマークとして表示される。一方で、携帯電話の絵文字としてある。この絵文字は超音記号として使用されることもある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。